JPT オンラインミーティングボリューム8レビュー&プレビュー。今回は大分の大会をレビューしていきます。そして今週末に迫った経済産業大臣期に向けてプレビューをしていきます。今回もですね、もちろん大分大会で活躍しました4人の選手の皆さんに今待機スタンバイいただいております。早速登場いただこうかと思います。進行役は私、スポーツ MC チームリアルからアリーでございます。どうぞよろしくお願いします。では、選手の皆さん、お待たせいたしました。一斉にフレームイン、よろしくお願いします。今日は過去にないぐらい早めに選手の皆さんに登場いただきました。皆さん、声出していただいて OK ですよ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ああ、いいですね。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。まずはちょっとウォームアップがてらいろいろとお話を伺っていこうかなと思いますけども、澤田選手、勝利から5日間ほど経ちましたけども、どうですか今の心境は。そうですね。まあでも、もう次のレースに向けて気持ちは切り替えてますね。はい。あ、もう早っ。ちょっとね、もう早速だから聞きたかったんです。JPT 初勝利ということだったんで、改めてご紹介をさせていただきたいと思います。チームブリヂストンサイクリング、澤田啓太郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、まずはご紹介ですね。避難サイクリングチームからは、中島康春選手です。中地、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、ホセ・ビセンテ・トリビオ選手です。マトリックス・パータグ、よろしくお願いします。ホセ。お願いします。そして、愛三工業レーシングチームからは、大前翔選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうご紹介があってから本来聞くべきだったんですけども、澤田選手が本当に、なんかね、レース会場ではあまり見せないリラックスした表情だったんで、ずっと勝利のその気持ちを聞きたくなってしまったんですけども、はい。もう切り替えを行っているということですか。もうね、今日はね、サワディと呼ばせていただきます。はい、ぜひそれでよろしくお願いします。いいですか ?SNS のね、はい、サワディっていうね、お名前ですもんね。はい、サーディが90… ファンの皆さんからも、そうです、はい、呼んでもいただいてるんで、はい。そんな98年のサーディと、大前翔選手は掛けさん。掛けさんでいいですか今日はもう。掛けさん。掛けさん、そうですね。掛けさんで。なんて呼ばれてるんですか普段チームメンバーから。掛けるさんとか。チームメイトは、そうですね。うん、まあ、大前とかが多いんですけど。あ、そうですか。でも、もともと僕、うん、高校生の時とかはみんなから掛けって呼ばれてて。掛け。なんで、ニックネームのところは掛けさんっていうふうに書いたんですけども。そうなんですよ。そうなんです。ガイドブックで掛けさんだったんで。じゃあ、掛けやんとか。なんでも。掛けちゃんとか。なんでも。失礼なんですけども、呼ばせていただきます。そうやって呼んでください。お願いします。はい、そして中島選手はもう中地ですよね。はい。中地は伸ばさない。中地がいいわけです。もうどちらでも。いや、どちらでもいいことはないと思います。中地ですね。じゃあ中地で。中地で行きましょう。はい、よろしくお願いします。90年代生まれのサワディとカティアン。そして、ホセ・ビセンテ・トリビオ。ホセと今日は呼ばせてもらいますね。ホセ。ホセ。ホセと中地は84年と5年生まれということで、30代のお二人と20代のお二人と、というような組み合わせになっています。ちょっと澤田選手にね、勝利から数日経った気持ちも切り替えを行っているということなんですけども、ホセに聞きましょう。Day2 優勝。そのまだ気持ちは興奮してますか？ Are you still excited about your win? まだね、優勝したその興奮はある？嬉しいです。まだ嬉しいです。まだ嬉しいよね。そうですよね。後ろにちらっと見えているのがね、臨床期ですよね。まあ来週その旗をかけて戦うわけなんですけども。まあ少し今ね、近況をお話伺っていこうと思ってるんですけど、大前選手今回2回目のこのオンラインミーティング登場で、角度が若干前回と違うんですよ。細かいでしょ。気になるのが、こちらから見て、大前選手の左肩後ろに見えているこれはコーヒーミルですか？そうですね。電動のコーヒーグラインダーなんですけど、ちょっと僕の部屋今あんまりアピールできるもの
がなくて、バーチャル背景もいいのがなかったので、せっかくなんでアピールしようかなと。これ趣味の花です。やっぱりそれが見えるようにしてくださってるんですね。まあもちろんジャージもかけていただいて、その反対側には、結構コーヒー趣味なんですか？そうですね。もう生の豆の状態から自分で焙煎して。うん、焙煎まで？これで、はい。で、粉にして、お湯沸かしてっていう感じで、本格的な感じでやってます。本格的で、一杯のコーヒー飲むのに何分かかるんですか？まあでももうルーティン化したので、10分もかからないぐらいで入れれますけど、うん、もう最初は、まあでも焙煎するとこからやったら、焙煎は何日か分かまとめてやるんで、うん、1時間とかかけて、で、みたいな感じです。いやでも遠征してレースして疲れ取ってリカバリーしてまた練習してってお忙しいんですけども、その中で自分でちゃんとスケジューリングして焙煎する日って決めてるんですね。まあ遠征の前日は遠征分の豆を焙煎しなきゃいけないんで結構忙しく、今日も午前中焙煎したりとかしててすごい。じゃあカティアンのコーヒーを飲んだことがある人、サーディとか同世代で。いや、ないですね。ない。結構、ハマったのもそんなに多分、昔からっていうよりかは結構、こう、数年じゃないかなって思うんですけど、うん、多分そうじゃないかな。どうですか？そうです。もう本当今年、何かしらこう、ルーティーンを自分の中で見つけようと思って、やっぱり、場所が変わるので、普段家にいる時と、遠征が多くて遠征先に出てる時とで、なんかこう、心の拠り所となるルーティーンみたいなものを作りたくて、コーヒーを始めたんですけど、チームメイトに誕生日プレゼントで豆とかをあげてるんで、僕のチームメイトは飲んだことあると思います。おー、かける焙煎。じゃあ失礼。お前かける焙煎。これすごいな。焙煎できる。中地とかはどうですか、はい、コーヒーへのこだわりって。コーヒーへのこだわりは特にないですけど、やっぱりヨーロッパとかに行った時には必ずカフェに行ったりはするんで、コーヒー美味しいなとか、まあレースとか自転車に乗る前に飲むことが多いので、うん、はい、なんかこう戦闘モードになるというか、それを自ら作るっていいですよね。焙煎してて、ね、より思いが深くなりそうな気がします。ねえ。ホセ、コーヒー好きですか？好き、好きです。あ、じゃあ今度、大前さん、レース前に一杯。すごいな。いや、なんだったら、このオンラインミーティングしながら、実際にこの弾くところとかをずっとやっといてもらってもいいぐらい。で、出来上がりましたって見てみたいなっていう感じもしますけども。あ、そうですか。面白い。佐田さんは、後ろバーチャル背景、これはもうチームの、はい、そうですね。背景になってて、なんかいいですね。レースのこの臨場感があると言いますか。はい。ね。うちのチームバイクが。後ろにあるっていうつもりでやってます。いやでも超リアルにそんな風に見えますよ。あ、本当ですか。ちょうど後ろカーテンが緑だったんで、はい、いい感じにグリーンバックになってます。そっかそっか。はい。さて、ホセは今、後ろはチームカーがあるのかな？チームカー、そうそう。うん。ということは、今はチームの、なんかこう、拠点というか、お部屋にいるの？お部屋じゃない、オフィス。オフィスね。オフィスね。いいね。まあ、そういってそれぞれの場所で今回出演いただいているということなんですが、それではそろそろ本題行きたく思います。まずは10月3日の、そう、大分憩いの道クリテリウムを振り返っていこうかなと思うんですけども、まあ、ズバリ勝利した澤田選手に一言って、冒頭にお伺いしたところ、もう気持ちは切り替えているとは言いつつ、やっぱり振り返ると、はい、いやー、嬉しいですよね。まあそうですね。もう去年から J プロツアー参加させてもらって、うん、今回初勝利ということで、まあ今年のチームとしても初勝利だったので、やはりまあ嬉しさはありましたね、うん、かなり。そうですね。まあレースは1キロ1周45周回のレースで、まあマトリックスが集団をコントロールするというような大半の時間でした。まあ、その中から、安倍隆選手、宇都宮ブリッツェンと、そして今回登場の愛さん工業レーシングチームの大前翔選手が飛び出してですね、まあ10秒ぐらいのタイムギャップで進行していって、
で、残り4周で2名は吸収され、スプリント勝負へということになっていくわけなんですけども、まあ、見応えありましたし、なんといっても、中地さん、駅前での開催ということもあってですね、で、行動ということもあって、もちろん無観客でのレースということではあったんですけども、まあ、はい、ソーシャルディスタンスを取りながらね、足を止めて少しご覧いただいた皆さんもいたようなんですけども、いかがでしたか？そうですね、なかなか今、こう行動でレースをするとか、うん、こう人の前で人が多いところでレースできないことが多いので、うん、そんな中でやってもらえてすごく嬉しかったですね。そうですよね、はい、そうですよね。また違った雰囲気になりますよね、この行動レースというところは。はい、そんなティナーサイクリングチームの中地選手の印象深かったこのクリテリウムレースの中でポイントを一つ挙げていただきたいんですけども。はい、そうですね、まあ、澤田選手が強かったっていうのもめちゃくちゃ感じたんですけど、まあ、自分たちはチームメイトが結構しっかり守ってくれたので、はい、この今出てるメンバー本当にマトリックスもすごいいい逃げ、コントロールでしたし、うん、大前選手の逃げもすごい強力で、まあ、これどういう展開になるのかなと思ったんですけど、まあ、終始チームメイトが守ってくれたので自分は安心してゴールスプリントに迎えることができました。なるほど。ちょっとその雰囲気を含めて駅南の動きを映像にまとめてくれていますので、須田さん映像お願いします。まだ月選手はこの場所ではなくない、本当に大分の駅前でございまして、はい、まあ、高速レースでしたね、まあ、もちろん高速にはなると思うんですけども、大きく言うと5つのコーナーがあるコースレイアウトで、このように2人が飛び出しています。で、まあ、本当にスペースがね、割と余裕があるこの歩道から、声をかけてくださる方もいらっしゃったようで、まあ、例年に比べますとね、そこはやはり無観客というレースではあったんですけども、まあ、ご覧いただいたようにいい雰囲気でしたね、中地さんね。そうですね、はい、すごくなんかこうなんか嬉しかったですね。やっぱ走れることがすごく嬉しいなってまた実感させてもらえるような環境でしたね。そうですね、ちょっと中地さんがおっしゃったティランのメンバーの中に最後のスプリントに向けて足を温存していたっていうシーンはなんとなくしか見えなかったんですけども、集団の中ではどうでしたか？そうですね、マトリックスがこうずっと終始前に8人並んでコントロールしている状態で、うん、はい、まあ、そこの後ろを、まあ、例えばもうブリヂストンとこう一応取りを争うような感じでずっとバトル、まあ、ほぼバトルですよね、うん、澤田選手とかともこう位置を分け合いながらゴール前に行ってたんですけど、やっぱ緊張感ずっとありましたね。後ろから愛さんがやってくるんじゃないかとかいろいろ思いながら、はい、走ってたんで。そうですよね、気を抜く暇がない45周回だったと思うんですけども、さて法政に話を聞こうと思います。一番思い出印象に残っているクリテリウムのレースの中でどのシーンが一番でした？最後の周、前のゴールラインクリテリウム、クラスの時は怖かった、うん、怖かった、みんなこけた、うんうんうん、すごいスピードで怖い落車も時折あったというところも怖かった。ちょっと事前にホセさんには監督通じてお話を伺ったんですけども、ラスト10周から15周、180度の右ターンですね、スタートライン越えたとか、その、まあ、アウトライン側から、まあ、マトリスがコントロールしている中、他のチームはやはり、ポジション争いでどんどんとこう前に出てくる。そのアウトラインから他のチームが来るのをブロックするというようなこともすごく印象深いし、あと、アイランが無線で、これ本当にレース終わったから言えるんですけども、澤田さんを目の前にブリヂストンのラインが来た、これを誰か止めなきゃいけないっていうようなことをマトリックスの中では無線で飛び交っていた。で、ホセが自分が行く予定だったんだけども、うん、キンテロ、レオが言ってくれて、なんとかなった、あとは頼むって最終局面を迎えていくというふうに、ホセと安原さんはレースを振り返って話をしていたんです。ホセ合ってる？
合ってる？まあ、全員、私のチーム全員、最後まで、できる、あれは、一緒に行きます。うん、うん、うん。コントロールできる、13。うん、うん。やった。最後までコントロール結果はできていたんですよね。まあ、こういう若干のその、無線でこう、ああだこうだってあったんだけども、最終的にはレース全体コントロールしていったと。そして最後は、そうです。サーダ選手、キンテロ選手、中地選手の、このスプリントになっていくということなんですけども。そこでお話を聞きたいのが、大前選手ですよ。その最終局面の前に、大前選手の印象深かった点があるわけですよね。そうですね。うん、まあ、最初から逃げさせてもらって。まあ、もちろんそうですよ。長かったでしょ、前二人で逃げて。安倍さんと。いや、最初から計画済みの逃げで、そうなんですね、僕、はい、過去に3回このコースを走ったことがありまして、で、このコースっていうのは、やっぱり、コーナーが多くて、立ち上がりも多いので、うん、はい、集団の中にいても、結局人数が絞られていって、そこでサバイバルなスプリントになるんで、うんうんうん、結局消耗してしまうっていうところで、初めから、少人数であっても逃げを打った方が、うん、いいのかなっていうふうには考えていて、うんうんうん、でもやっぱり、前回の広島からマトリックスに、マンセボ選手が帰国というか、うん、日本に帰ってきまして、で、本当にもうマトリックスのトレインが元から強かったんですけど、うん、もう常にもましてじゃないですけど、鉄壁に見えてまして、うん、今回も完璧にコントロールするっていうところも予測できてたんですね。うんうん、なので、マトリックスとしても少人数の逃げを行かせた方が、集団を落ち着かせられるっていうふうに読んでましたので、うん、僕自身も少人数で飛び出すっていうところ、マトリックスの意図を組んで、うまく逃げれたらいいなと思ってたので、うんうん、なるほど、なるほど。なるほどですね。大前選手、結果から言うと、アクリテ4位、ロード5位ということで、今季11レース中、10位以内が9レースですよ。で、現在ランキング2位。いや、まあ、シングルっていうのはあんまり、ね、まあ、意味は持たなくて、チームの監督とかコーチにも言われてるんですけれども、うんうん、やっぱり勝たないとアピールとしては不十分だよっていうふうに言われているので、うんうん、本当に大分の2レースっていうのは僕自身の総合ランキングのこと関係なしに、うんうん、チームから誰かを勝たせるっていうつもりで、例えば初日で言えば岡本選手、はい、で、2日目で言えば、僕より上位に伊藤選手を送り込んでるんですけれども、はい、まあ、その2選手で、まあもちろん僕にチャンスがあれば僕でも勝ちたかったんですけれども、はい、他の選手でも勝ちに行きたかったっていうところで、あと一歩で届かなかったのは、うんうん、まあランキングのことは抜きにして悔しいですね。まあそうですか。うん、はい、そのレースで印象深かったことは、そのうまく抜け出せた2名で逃げ続けたという以外にはないですか？そう。ですね、うん、本当はマトリックスのコントロールの後ろで、うん、愛さんの他選手を有利に位置取りしてもらいたかったんですね、はい、本当は。なんですけれども、僕が逃げてる間、後ろでこう、180度コーナー振り返って、うん、後ろの集団の様子が見えるわけですよ。うん、そしたら、愛さんの選手、結構後ろの方に埋もれているのが見えまして。うん、で、本当はもっと有利に位置取りを進められたら、もっと岡本選手も足を休められたらのかなというふうに思うんですけど、うんうんうん、やっぱりそこは発展途上のチームというか、うんうん、まとまりを作っていくチームですので、うんうん、最終戦に向けてまだ改善しなきゃいけないところがあるし、うんうん、逆に言えばもっと強くなれるっていう、なるほどですね、っていうのを感じました。はい、ありがとうございます。そのあたりもまとめた最後、お三方のね、今は最初に中地選手の印象深かったというところでシーンでご覧いただいたんですが、この後サワディンでもお話を聞いて、その補正、そして掛け合う、
それおかしいですね、大谷選手。ちょっと無理があったね、今ね。ちょっと距離があるね。ちょっと距離がある。目を合わせられないもん、かけやんっていうのが。いやいや、まだまだ入っていかないとダメです。で、お三方のみんな。言ってくださることで、はい、あの、浸透しますんで。かけやん。かけやん、よろしくお願いします。で、そのサーディーに、改めてこのレース印象深かったところをお話伺ってから、VTR ご覧いただこうかなと思うんですけども、サーディーいかがでしょう。はい。そうですね、やっぱり、僕としてもやっぱり残り、一周に入るところですね。残り一周に入るところの、やっぱストレートで、うん、あの、地下大先輩がもう俺についてこいっていう形で、バーッと引っ張って、はい。マトリックスの前を取って、最後の、うん、最後のってじゃないですね。あの、残り一周切ったところのあのヘアピンをこう、回るっていうのがやっぱり一番印象が、まあ一番印象がっていうか、まあそこはやっぱり残ってるところですかね。お、監督がちょっと出てきました。あ、お忙しいオフィスですからね。今、サワディのいいコメントのところで監督が出てきた。はい、かぶせてきましたね、今。監督が地元。監督が地元やから。こっちにも譲ってくれよ。いいところで現れますね、本当に、ね。いや、ね、その、やっぱりその、先輩ですか。近谷さんは。そうですね。うん、もうなんか、やっぱり、そうですね、なんか、しっかりこう、うん、本人的にも、こう、自分の、なんか、なんですかね。ちょっと怪我してたりとかで、こう、いろいろ自分の中でこう、もやもやしてる部分があったのが、こう、あそこで弾けた感じでしたね。外から見てても、後から聞いても。なるほどね。はい。なるほど。それで最後、こう、溢れ出して泣いてしまったっていう感じなんですけど、近谷先輩が。はい。そうか。そのシーンまで入ってるかどうかなんですけども、まあ、安原監督にとっても、その近谷先輩と、その近谷さんのことで今ちょっと登場いただいたんだと思うんですけども、それも含めてですね、津田さん、2本目の V 行きましょうか。クリテリウム。振り返る全体的な V になるかと思うんですけども、お願いします。この2人ですね、本当に逃げ続けました。5周目でできたこの2人の逃げですね。でも後方ではご覧の通り緑色マトリックスパータグがね、集団コントロールするんですけども、位置取り合戦が本当に激しかったですね。激しかったですね。もうずっとマトリックスの後ろでこうバチバチこう沖縄さんとかともやり合ってました。お互い譲らないんですよね。前の2人が本当にいいペースで逃げてたので、やっぱ強力な、まあ、大前選手スプリントもありますけど、ルーラー的な要素も強いので、あ、来ました、これで、これすみません、ここですね、ここですね、そう、これですね、この近谷先輩が無理やりこう、はい、そうですね、もう僕らを、僕と孫崎さんをこう引き上げていく感じで、でここで本当にもう出し切る感じで、まあ、ちょっとこの時に、ま、僕の前にキンテル選手が入っちゃった、入りましたね、今リーダー状態になりましたね、はい、ここですね、だからこう、 うちとしてはこう、うん、もう先頭がもう孫崎さん一人だったんで、こう枚数的にしんどかったんで、うん、まあ入ってくれたのは逆にこうラッキーだったかなっていうのは後からこう思い返すとあるんですけど、その瞬間、おちょっとキンテル入っちゃったんで、これがもうラストスプリントのシーンですね。そうですね、うん、キンテロか、ブリヂストンだ、ブリヂストンが来た、ブリヂストンだ、いやこの雄たけび聞こえましたか。改めて言われるとちょっと恥ずかしいですね。いやいや恥ずかしくない、それはもう勝利ですから、ね、気持ち爆発ですよ。ここですね、ここですね、近谷先輩がちょっとまあ泣いちゃうっていう、いやー本当だ、来た、いや本当熱い男なんですよ近谷先輩は。あ、来るわ、こっちまで来るわ、はい、普段はまあなんかこうクールなんですけど、やっぱレースとかになるとこう熱くなっちゃうんですよね。いやそうですね、いや振り返りました、あの途中からもう一回見てもいいかなと、もう一回巻き戻しなんていう言葉は今更使わないかもしれませんけども、このシーンですね、残り200ぐらいのところですよね。はい。ニラジャージ、金手と。ブリヂストンがこう3人で飛び出した瞬間、集団ざわつきましたよね。もうさっき、あの、マトリックスの、あの、監督の安原さんのお話でもありましたけど、うんうん、もうマトリックスがもうブリヂストンが行ったぞというのですごく警戒感もありましたし、うんうん、はい。その中でもやっぱりすごいスピードだったんですけど、そこから飛び出していくブリヂストンの強さも感じましたね。ちょうど一番後ろで、その真後ろで見ていたので、はい、はい。そうですか。
そうですね。さっきちょうど無線でこう話してたっていうのを言ってたじゃないですか。こうアイランが無線で言ってたっていうのが、ちょうど僕がこう抜いていくときに横でアイランがこう無線になんか喋りかけてるのが見えて、あ、これ前にもう伝わったなっていうのが、もう走ってて思ったんですけど、でもそれをこう上回ってこう抜いていく感じでいけたんでよかったですね。うわぁ、この辺ですね。そうですね。ですね。ピューっていく。こじられていくわけですね。ちょっとその、ね、確かにラインをね、うん、少しブロックするような動きもあったんですもん。そんなこと構わずぐっと前に出ていくわけですよね。でここで構いなしにもう一番外からって感じですよね。トレーニング組んでいるわけですよ。ここに大前選手がいるのもすごく驚きましたけどね。逃げてね、足使ってるはずなのに。本当にちょっと僕も驚きましたね、それは。え、飛び出した時に、え、大前みたいな、ありましたね。最後の一瞬見間違いかと思いました。岡本選手のスプリントをサポートしたくて、最後もう全力出し切る感じで飛び出したんですけど、ちょっと岡本選手にトラブルがありまして、僕のチームはいい形で作れなかったので、本当羨ましいですね、こうやって勝てるのが。でも結構あれですね、愛さんのその大前の後ろにもし仮に岡本先輩がついてたらって考えると結構恐ろしいなっていうのがありますね。結構なスピード差をつけてこられたので、あのまま前に行かれると、まあちょっと厳しかったかなって感じですね。サーディはどこで勝利を確信しましたか？もうギリギリですか、ライン。そうですね、まあゴール100メートル手前ぐらいで、こう自分からもう行ける距離で行こうって思ってて、でこうちょうど無線もつけてたじゃないですか、はい、で無線からこうかん、あの宇都宮監督から澤田落ち着いて自分のタイミングでっていうのを指示があって、でこう自分のタイミングでこうラインが空いたタイミングでこうスッと行ったっていう感じなんですけど、もうそのラインからこう抜け出してこう踏み始めた時には、もうあ、これは勝てるなっていうふうにはまあ思いましたね。でもまあやっぱり油断は良くないので、まあ最後までしっかり踏み切ってハンドル投げてからまたガッツポーズっていう形で、いやー、完璧でしたね。改めておめでとうございます。ありがとうございます。いやー、いや、そういう裏側を聞けてファンの皆さんも今なるほどなーと思っていただいてると思います。さて Day2 の話移っていきたく思います。まだまだ Day1 伺いたいんですけども、だいたい枠的には20分ずつぐらいですので、はい、Day2 の話をしましょう。Day2 は、ロードですね。昭和電工ドームの周り4キロ、ここ25周の100キロのレースでした。まあ、スタート直後からアタックが続くハイスピードで展開していくんですけども、優勝したのは、ホセ・ビセンテ・トリビオ選手。今季初勝利。これがマトリックスパータグの今季2勝目ということになったわけなんですが、まあこのレースも内容の濃いレースでしたね。中地さんどうですか？そうですね、4年ぶりぐらいに使った本当にきついのアップダウンの多い4キロのサーキットだったんですけど、はい、はい、マトリックスがこの辺はやっぱり強かったですね。ですね。まあ、アタックが続く、そのアタックは機難の、それこそ山本ブラザーズ、兄弟で出た時もありましたし、右京、そしてブリヂストンサイクリング、そしてシマノの黒枝さや、まあ、黒枝ブラザーズにとっても地元大分ということもありまして、積極的に動いてみました。そんな中、機難の止まる場がね、2周ちょい逃げ続けた時もありました。その後、フィッツの、宇賀選手が出てきたっていうシーンもありました。ただレースの中盤に、集団コントロールきっちりとはまって14周目あたりに隙をついてですね、埼玉ディレムの高木選手と島田の風間選手が飛び出して、そこに追走していく右京の小石選手、ブリヂストンの今村選手、そして機難から2人ね、山本正樹選手と荒城雄大選手、そしてマトリックスパータグの細部選手トリビオ選手、7名になるんですが、途中高木選手がこぼれて6名の逃げ、タイムギャップが50秒というところで、まあレースは安定して続いていくわけなんですが、またこの6名がね、揃いそうで揃わないみたいな展開でしたよね。これ澤田選手に伺いたく思いますけども、デイツロード、はい、このあたりデイツ、うん、はい、何ですか？いや、このあたりは澤田選手はもうレース自分の役割をある意味終えてというところだったかなと思うんですけども、いかがでしたか、振り返って。そうですね、もうやっぱりクリテリウムで結構かなりこうきつかったのか、まあ、結構体が重たくて、もう自分ができることをやろうっていうふうに思って、うん、あれですね、後ろの、集団の後ろの方にいたスグルさんを、まあ、どうにかこう、平坦のタイミングでこう、前に上げて、まあ、一応仕事をして、まあ、レースを終えて、あとは外から、まあ、レースを見てたんですけど、うん、
そうですね。かなりもうバチバチ、こう、いろんなタイミングで攻撃がかかるような、こう、きついレースだったなっていうふうに、外から見てても思いましたね。そうですよね。その6名が落ち着くのかなと思ったんですけども、なかなか決まらず1分つくんですけども、また、愛さんも後方で、割とこの集団、追い上げ協力して、追いついていきましたよね、大前さん。そうですね。あの逃げを行かせてしまったことに関しては、うんうん、油断していた以外の何者でもなくて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。本当に、また、いつものように後手を踏んでしまったなというふうに、ちょっとした焦りを覚える場面もあったんですが、うんうん、岡本選手と伊藤選手が集団に残っていてくれて、で、うんうん、岡本選手に集団の牽引を任せられたので、事なきを得たという形で、僕はちょっと前半、頭に血が上って動きすぎてしまって、で、ちょっと動く足がなくなってたんですね、中盤。で、終盤絶対レースが動くので、そこまで集団の後方で休ませてもらおうと思って、休んでいたところで決まってしまったので、うん、動けなくて、そうなんですよね。なるほど。もう。そういうことがないようにしたいです。ただもうその頃には集団も相当小さくなっていましたよね。ね。30名を切る。で、徐々にもう最終的には20名を切るような集団になっていて、改めて残り2周で愛さんの伊藤選手が飛び出し、そこにホセが追走し、で、このまま2名で行くのかなと思ったところに、宇都宮ブリッツの阿部隆選手がジョインをするという最終的なこの3名での戦いということになっていくわけなんですが、そこで中地選手に、まあ、印象深かったポイントを挙げてくださいということを事前にお話を伺っていたんですけども、それは。はい。まあ、その展開に至るまでの、こう、チームの攻撃ですね。うん、マタリックスがずっとこう、積極的にコントロールするっていうのがずっと続いていたので、そこをこう、まあ、うちのチームが枚数を一人だけじゃなくて、もう一人二人三人と前に乗せていくような逃げの展開をどんどん作っていこうというふうに決めていたので、はい。マトリックスの、もう強いチーム力を削ぐために全力を尽くしたんですけど、もう最後も結局、まあ、ホセ選手も含めて、4人ぐらい、3人ぐらい残ってたんですかね。はい。で、その中から、逆にカウンターというか、をもらってしまって、うん、ホセ選手を飛び出す許してしまうという展開になりました。そんなシーンを含めて、少し中地選手の印象深かったレースのシーンをまとめた部位をご覧いただきましょう。お願いします。避難の波状攻撃というタイトルになりますかね、この部位は。はい、良い子は真似しちゃいけないポジションでした、ね、そうですね、はい、今回多く見られましたね、このポジションは。でもそしてもこの今速度域60キロ以上超えてくるところなので、はい、山本選手だけじゃなくて止まる場選手がアタックして、うん、で、まあ、止まる場選手が一人だったんですけど、まあ、この後ろにさらにチーム内から追走をかけて、うん、前の人数を増やしていくような動きを繰り返していました。この時はまた山本選手と荒城選手が逃げて、で、また山本雅樹選手がまた攻撃を繰り返していくっていう感じでしたね。うんうんうん、はい。でも万世坊選手がすごい上手いんですよね。じわじわじわっと上げていって最後、上りの頂上からみんながついてこれるようなペースにしてから平坦でもう一回踏み切るっていうのをちょっと繰り返していたので、なかなか大きい逃げが決まらなかったんですけど、うんうんうん、先ほどアリーさんがおっしゃってくださった7人の逃げができて、うん、その時に伊藤選手に話をして愛さんの、なんで愛さん乗せてないんだと、うんうん、こう、また追走をかけられるの嫌だなと思ったんですけど、やっぱり愛さんの追走も加わったことによって、その7人は潰れてしまいましたね。ただ、チームの攻撃としては、こう、前に前にっていうのでうまくいっていたので、はい、いい展開にできたんじゃないかなと、中盤までは思いました。なるほど、中盤まではということですけども、なるほどですね、振り返ると、うん。沢田選手が最初にお話しいただいた沢田選手の動きも少し部位があるようなので、これはデイ2サワディという V タイトルですね。デイ2のサワディはこんな感じでした。ありますよね、須田さん。まあ、デイ1勝利をした沢田選手。まあ、スタート直後から。画面の左側ですかね。そうですね。こっち側ですね。沢田選手すごい身長があるのにめっちゃちっちゃくなって追走してましたよ、確か。そうですね、かなりちっちゃくなって、これ今多分すぐるさん先頭まで引き上げたところですかね。なるほど、なるほど。というようなお二方の
これまだ引き上げ中ですね。そうですね。今先頭まで持ってきて、っていう感じですね。はい。はい。というそれぞれの印象深かったポイント V ありましたんでお伝えしまして、次は、かけやんの思うレイツーの印象深かったシーンですね。これを見ていただきたいんですが。はい。まあさっき申し上げたんですけれども、序盤に動きすぎてしまって、中盤から終盤にかけて足を、まあ休ませて、で、最後に、逃げを吸収した次の週のタイミングですね。僕自身がもう、集団の人数絞っていって、なんなら勝負を決めるためにアタックを仕掛けて、で、もう伊藤選手とは言葉も交わしてなかったんですけれども、うんうん、まあ、それこそ、今年たくさんレース重ねる中で、あうんの呼吸といいますか、僕が行ったそのカウンターで伊藤さんがすかさず飛び出してくれて、で、それが結果的に逃げ切る動きを作ったわけです。という形で、そのラスト2周の上りからその上り越えた後の平坦区間の動きっていうのが、愛さんとしてチームワークハマったなっていうところで印象深いです。ですよね。そのシーン、早速、レイツーのカキアンの印象深かったポイントです。こちら。いや、確かにそうなんですよ。ここで動き上げてきました。愛さんもヨレッシングチーム。大前選手ですよ。大前かけるか。先頭に踊り抜きました。いいですね。現地実況はスポーツ MC チームリアルからシンジ、そして、栗村さんの解説でね、響き渡っていましたね。大前かけるか、来たっていう。Day1 の活躍から Day2 もここで動いてくるか。で、これが伊藤選手と話をせずに、結果伊藤選手もそれを汲み取ってスッと出ていくわけですよね。そうですね。より、ホセもそこに乗っていきます。ホセさん、はい、このシーン覚えてますか？覚えてる。覚えてる。伊藤さん行って、ホセが、追いついていった。うん。どんな風に思ってました？最後までいけるかな、いけるかな。ああ、そう。で、その後、安倍隆之さん、安倍隆が追いついてきましたね。安倍隆来たらやばいかな。確かに、その安倍隆との一騎打ちが広島のデイ2でしたね。で、安倍隆選手が優勝し、ホセ選手が2位ということも今年あったので、うわ、で、そこに伊藤選手も絡んでるわけですから、最後どうなるのという状況だったと思います。改めてホセ選手、そのレース全体を振り返って、印象深かった。ことありますか？監督からの例えば指示とか、安原監督からホセゲとかホセ、うん、まだとか、あ、最後ありましたか？最後は、うん、はい、行け行け、それが何週ぐらいの時でした？最後、7週ぐらい。5、6週前、うん、タイミングが上げるから、56秒ぐらい。うんうん、56秒。それで、監督は、ホセ、行け、行け。うんうん、でも、ブリヂストンとアイサンレーシング、コントロールして、また最後、2週間前、行って。2週前ね。うん。で、また、行け、行け。うん。その監督の指示も映ってるかどうかわかりませんけども、ホセの印象深かったシーンを V でご覧いただきましょう。Day2 の Day of ホセですね。ホセが今、ちらっと見ましたよね、右をね。あ、今いましたね、監督ね。
安原監督ご本人ですよね。でこれがその6名逃げ続けるということになるわけなんですけども、で吸収した後もこれが今集団ですね、集団ですね。でその後先ほど言っていました大前選手のアタックで出ていったのが伊藤選手、伊藤選手と細瀬の2人に阿部隆選手が追いついて、最後ここスピンとぴったりと阿部隆選手が背中ついてくるんですけども、細瀬ビセンテトリビア選手が逃げ切ります。細瀬ビセンテトリビアマトリックスパーだけのホセビセンテトリビオが見事勝利を収めました。そしてキンテロ、いや振り返ってどうですか、何回見てもいいですねこれね。いっぱいいっぱい何回も何回も見たいですね。さあ振り返りましたけども、やはり集団をあれだけまで小さくしたあのマトリックスパータグの後方での、まあ、動きというのは、これ中地選手にも改めて伺おうかなと思うんですけども、やはりそのおっしゃっていたうまいわけですか、マンセボ選手も含めて。そうですね、すごいうまいのはもちろんですし、特にあの安原選手なんかはこうずっと集団をずっと牽引していたりして、うん、はい、なのであの外国人選手がすごく目立ってるような感じですけど、日本人選手もこう一致団結して、あのマトリックスのチーム力はすごく際立ってましたね。はい。で、その、アリさんもさっきおっしゃってましたけど、あの、ブリヂストンの、あの、近谷選手かな、最後引いてたの。とか、あの、岡本選手、愛さんの岡本選手がやっぱコントロールに加わったことによって、状況はさらにマトリックスというか、あの、集団よりも最後の局面に行ったので、はい、皆さん、いい動きしてて悔しいなと思いました本当に。いやいや、でも避難もいい動きをされてますし、なんかそう考えますとこの2日間で、各チームのそれぞれいいところもいっぱい出た、まあ、それぞれやはり勝利したかったっていうその悔しさがある中だと思うんですけども、それぞれのチームになんかこういい動きがあってレースが非常に見応えのあるものだったなというふうに振り返ると思うんですよね。大前さん、いや、かけやん、いかがですか？コーヒーはまだですか？あ、コーヒーはもうさっきから、あの、保温してあるんですか？あ、飲んでるんだ、もういや、コーヒーブレイクしながらスタンバイしてたので。ああ、いいな、おしゃれだな。匂ってくるな、いいか。通ってく、あの、かぐわしい匂いがこう、届きますよ、コーヒー。いいな。いやいや、二日間振り返って。そうですね。レースの話です。そうですね。いや、本当に二日間ともあと一歩のところで及ばなくて、うん、で、総合ランキングで見てもやっぱりまだ1位に慣れてないっていうところで、あの、うん、本当にあの、マトリックスのチーム力ってのは本当にすごいもので、で、やっぱり序盤、もう何をしても、マトリックスの意思に反する動きっていうのは決まらないんですよね。もう、大分の二日間を通して学んだことというんじゃないですけれども。横でガッツポーズが見えましたけども、あれ監督ガッツポーズしてるわけで。本当そうです。それ選手の本音です。なるほど。うん。はい。選手としてはもうなので、もうマトリックスの一瞬の隙っていうのをずっと探しながら動くしかないっていうのが、この数戦の現状ですので。なるほど。本当に、まあ難しいですよね。でももう最終戦に向けての話はもうしてもよろしいんでしょうか。いや、もうその、大前さん、あの、かけやん MC になりますよ、今の最高じゃないですか。こう、どう D2 をまとめようかっていう、ちょっとコーヒーに振って崩した後、どうエンディングに持っていこう。かけやんナイスです。そのまま群馬の話で。よかったです。もう最終戦っていうのは、うん、あの、ランキングっていうところもまだ全然、あの、わからない状況なので、はい、本当に各チームの総力戦になるっていうところが、予想されると思いますけれども、はい、愛さんとしては、まだチームとして一勝がないので、はい、あの、僕じゃなくてもいいんです。とにかく一勝しに行くっていう方針だっていうのを、うん、もう、あの、ファンの方にも、今こうして一緒に話している出演者の方にも、もう、あの、公言しておきますので、僕たちは勝ちに、次のレースは僕じゃなくてもいいんで、勝ちに行きます。なるほど。いや、力強い。ありがとうございます。うまい流れで最後のこの群馬経済産業大臣機に向けての話をいただきました。サワディにもその計算機に向けての話をいただきましょう。はい、そうですね。今回のコース、まあ、と、
苦手かどうかっていうと苦手ではないんですけど、まあ、かなり距離が長いので、うん、まあ、もっと、ロード向きというか、その長いコースに向いている選手をうまい位置に送り込めるように、まあ、僕も全力で仕事をして、まあ、チームの勝ちを狙いに行きたいと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。避難サイクリングチームの中地選手に聞きましょう。はい。うちのチームはずっとこう6人で、走ってまで戦ってきて、まあ、人数的に不利な状況がずっと続いたんですけど、うんうん、今絶好調なので、はい。ここにいるメンバーの牙城を崩せるように、チームとして一勝を狙っていきたいですね。いやまあまあ近いので、はい。はい、ここに何回もツアーランリーダーを取っているホセ選手がいますけど、まあ、ツアーリーダーも視野に入れながら、はい、頑張っていきたいなと思います。しています。ありがとうございます。ホセ選手に、ホセやんっていうのもおかしいんですけども、違う人になっちゃう。ホセ、群馬に向けて、目標とか、どんなレースにしたいか、今の気持ち教えてください。頑張る。ランキングと、レースの、勝つこと。ランキング、さらに上げて、まあもちろん今リーダージャージ持ってるわけですから、金っていうのが、さらに勝つ。もうだって、これ、経済産業大臣期は、ね、プラチナというグレードがついてますので、優勝すると900ポイントとなってくるわけなんですよね。でそんな補正、もうとにかくランキングもそうだし、勝利にこだわっていくというお話で、現在のランキングを少し振り返っておきましょう。まずは個人ランキングからですね。ツアーリーダーが、キンテロですね。2409ポイントで、カティアン、大前選手とは209ポイント差なんですよ。たったの209です。ちなみに、2位の優勝ポイントが900ポイントで、2位が675。この1位と2位の差が225ポイントですから、それよりも小さな差で今1位と2位がいると。で、3番手に補正選手。で、さらに言うならば、4番手に増田選手が入っています。増田選手が1900ポイントで、金テロ選手とは509ポイント差なんですね。これは1位と7位のポイント差よりも少ないということになるので、最終戦まで間違いなく、この個人ランキングももつれていくだろうということなんですよ。さらに、避難勢で言うと、5番手、6番手に、ね、さらには8番手ということで、トップ10内に3人入ってるわけですから、これ重要ですよね。そうですね。うん、3位の選手をめがけて、ホセビセンテトリビオ選手をめがけて、うちのチームは攻撃していきたいと思います。これはバチバチになってくる。そしてチームランキング、その上位3名分のポイントによってチームランキングというのがね、加算されていくんですが、現在は宇都宮ブリッツ店が7240ポイント、2番手にマトリックスパータグ6156、そして、キランサイクリングチームが5681ということでね、1位と2位が1000ポイント超、で、2位と3位が475ポイントということですが、ここまだわからない。という戦いになりますので、もう総力戦になると思うのが、今週末の経済産業大臣期でございます。というところで、最後皆さんにお一言ずつ、ファンの皆さんに向けてとともにですね、まあね、もちろんファンの皆さんにお伝えしたいこともあると思うんですけども、チームとして、個人として、PR のし忘れがあったら、ここでしっかりと PR をしてください。まず、これは、ホセ選手から行きましょう。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。皆さん、今年は大変ですね。家から、応援お願いします。そうですね。今週末も無観客でのレース開催となっていますので、ライブ配信を行いますので、しっかりとご自宅、この J プロツアーチャンネルで応援してくださいということです。ありがとうございます。それでは中地選手、キランサイクリングチーム、ファンの皆さん、はい、そしてチームとして個人としても PR し忘れのないようにお願いします。はい。今年はいろいろ大変ですが、うちのチーム今年すごく目立っているので、今、ホセ選手の後ろにあるですね、この大きい旗をみんなで持てるように、頑張っていきたいと思いますので、監督優しいですね。少し動かしてくれましたね。ねえ。ランキングもそうなんですけど、この大実機っていうのもすごく価値の高いものなので、
その写真をみんなに見ていただけるように、YouTube でも見ていただけるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。うん、ありがとうございます。中地選手でした。ティナサイクリングチーム。そして、サワディ行こうか、カキアン行こうかというところなんですが、カキアンからお願いします。はい、サワディすいません、最後になっちゃった。大丈夫です。別に面白いこと最後に言う必要はございませんので。何も考えてない、大丈夫です。じゃあちょっと考える。はい。カキアン最後に。はい、個人としても、PR の幸せのないように。はい、本当に難しいシーズンで、まあ選手にとっても大会運営される主催者の方にとっても、ファンにとっても、イレギュラーなシーズンではありますけれども、本当にこうやってレース開催していただけていることが、選手としてもありがたいですし、直接の観戦はできないですけれども、まあ、こうやって、直接の観戦ができないからこそ、こうやって情報発信であったりとか、レースの実況であったりというコンテンツが充実してきているというふうに思いますので、楽しみ方もまた別の形で、っていうところが、出てきて本当にその点に関してもいい流れだなっていうふうに思ってます。で最終戦まで本当総合ランキング上位見渡して一勝もしてないのが僕ぐらいしかいないのでもう最後に優勝っていう形で締めくくって赤いジャージと紫色のジャージとっていうところを持ち帰りたいというふうに思ってます。でそれからですねまあ、今まで走ったすべてのレースに関してレースレポートを僕の個人ブログの方で書いてますし、次のレースに関しても、まあ、戦略的なことはあんまり踏み込んだことは言えないんですけれども、自分のニュースの欄とかで書く予定ですので、個人ブログの方もチェック、ぜひよろしくお願いします。はい。もう素晴らしいコメントいただきました。今度ぜひ、カキル焙煎、カキアン焙煎のコーヒーを、いただきたいです。じゃあなんか、はい。はい持ってきます。いやいや、ファンの皆さんにね、楽しんでいただける、そういう機会があったらいいなと思いつつ、それを飲みながらね、観戦もいただきたいなと思いますけども、ありがとうございます。大前柿田選手、柿田でした。そして、サーディ、沢田圭太郎選手、お願いします。いやちょっと、しっかりしたコメントの後で、ちょっと、やりづらいです、ね。そんなことない。もう、そこはもう、サーディ節でいいんですよ。短くてもいいんですよ。はい、そうですね。はい、まあ、今シーズン、そうですね。ロードレースは最後になるので、うんうん、まあ、しっかりチームで結果を出せるように頑張りたいと思います。はい、まあ、そしてあと、その後に、まあ、全日本トラックもありますんで、そっちの方もぜひ、ファンの皆さん応援していただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。まあ、そして来年はまあ、またどうなるかわかんないんですけど、まあ、来れるようになれば、またぜひ会場の方に足を運んでいただいて、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。温かくも熱いメッセージを本当にありがとうございました。それでは、まだまだお話伺いたいところなんですが、このあたりでお別れとなります。選手の皆さんどうもありがとうございました。JPT オンラインミーティングボリューム8、チームブリヂストンサイクリングからサーディーこと沢田圭太郎選手、イェイ。そして、ティナサイクリングチームから中地こと中島康晴選手、そして、マトリックスパータークからホセ・ビセンテ・トリビオ選手、ホセ、ありがとう。そして、アイスタン工業レーシングチームからカティアンこと大前翔選手でした。どうもありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。